潰して、どうして死んだんだ、兄ちゃん、どうしてなんだよ。くそー、すべ、全部殺してやる。大丈夫？いや、命中してよかった。俺は全部全部破壊してやる。大丈夫。この化け物を倒す。わかった。生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらくポット、イブの位置を特定できる。報告、位
地はすでに特定。地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。ああ、来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界、意味がないって。俺にとっては兄ちゃんが、兄ちゃんだけが全部消えてなくなる。どうせ兄ちゃんを殺せ。停止させてみる。トゥビー、援護して。了解。ハッキング中の 9S 本体を防衛する。敵個体が接続されているネットワークは膨大。予測、 9S のハッキング成功確率は低い。推奨 9S。 うるさい。 9S がやれるって言ったらやれるんだ。
FFCS 破損、遠距離攻撃が不可能。しちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな。大丈夫。バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね。汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないかな。ハイエス。
私もこんな データ信号が共鳴し合って、生命体側に残していたみたいで、何か気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れたという。よかった。機械生命体と私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが今もまだ私の中に残っている。Is this the price I'm paying for?
we're gonna shout it loud. Even if our words seem meaningless, like I'm carrying the weight of the world. I wish that some way, somehow, that I could save every one of us. But the truth is that I'm only one girl. Still we're gonna shout. Come to life.